昨日ですね、同じ控え室内で別のことが起きておりました。ナミー先輩から、カナタンがずっと父を狙ってくるという、ツイートがされまして、その後ですね、違います。ナミーが谷間を見せて、触ってもいいよって言って誘惑してくるんです、というふうにね、言うという。実際これはどっちが、言っていることが正しいのか、調査してきてくださいと。なんか朝子よ便利業者みたいな、便利探偵業者みたいに最近なってるんですけれども、調査を、してほしいというふうにね、言われました。ということで、まずですね、ナミー先輩に、こちらはどんなことがあったんですかというふうに、お伺いしてまいりました。その返信がこちらでございます。カナタンが父を何度もガン見して触りたそうにしたのね。触りたいの？いいよって言った。結構帰り際まで触ってこなかったから、触らなくていいのって言って手を掴んで触らせたら、うひょーって言いながらノリノリで父もできたので、カナタンはむっつりですという、ことでございまして、いや、これは完全に、ラミー先輩目線の方が真実なのではないかというふうにね、ちょっと、朝子よは思ったわけなんですけれども、まあ、これね、最後の右表に全てが現れてますよね。これを、右表って言ってる時点で、こっちやんっていうふうにね、ちょっとカナタンに指摘をしたところ、そちらの返信がこちらでございます。触らなくていいの？と、手のひらをおっぱいに引っ張られたんですよ。そんなのはもう、触らないと失礼じゃないですか。かっこ笑い。この人は、うひょうとは言わないんだということで、うひょうが真実！かなたん、ゆうざーい！かーつ！わおー！やはり、口は裏切らない。口から漏れてしまった、その真実の一言、興奮の一言、それがですね、有罪の判決となりました。まあ、スパダリではなく、小学生男子だったかな、という感じでございます。ラミーもラミーなんよと言われておりますけれども、まあ、これよりは嬉しいですけどね、とか、こんな女になりたい。触らなくていいのって言って、おっぱいに手のひら引っ張ってくれる女の子なんて、二次元の中にしかいないと思っていました。ナミー先輩、小指も、今度、いや、別に、なんでもないです。